このマクベスの特徴はね、本当に回復力の速さ、泳いでて当たってカバーを回避した後の泳ぎの姿勢の回復力の速さ、それが速いか遅いかで磨かる、それが決まってしまう。ウッドカバーの中でも何でも中まで入れて巻いて出したい、みんながこうテキサスリグとかワームしか入れないようなところ、そこにクランクが通ることで反応してくれる。でも春はその抜けた瞬間の反応っていうよりも、僕的にはおすすめなのは抜かない。泳いできました、当たりました、その時に止める、巻くのをやめる。そうするとどうなるのか、そのめったやつが、こういうラウンドのクランクっていうのはすごい浮力が高いんですよね。浮力が高いから引っかかった後巻くのをやめるとスッて浮く、そのヒュッて浮き上がる瞬間にこういう枝とかがあるカバーのね中にいるやつらはヒュッ、浮上するアクションっていうのは春先特に活性の低いバスにはとっても有効なので、もちろん巻いてるだけでもいいんですけど、止めて浮かすっていう使い方もぜひ試してみてください。